子育て世帯が増えている江東区は病気の子どもを預かる病児・病後児保育施設を2箇所増設するなど新年度に子育て政策を充実させる方針を発表しましたお子さんが入院や治療の必要のないものの安静を必要とする状態で普段通う保育施設での集団保育が 難しい時期に預けることができる病児・病後児保育施設を2箇所増設をいたします。病児・病後児保育施設は、風邪やインフルエンザといった感染症にかかるなどして保育園に行けない小さい子どもを預かる施設です。江東区内には区が委託している施設が2箇所、回復期の子どもを預かる病後児保育のみの施設が2箇所あります。 しかし区内の母親たちからは施設が足りないという声が上がっています。区の病児保育室ってあるんですけど、本当に予約が取れなくて電話電話で結構急いでやっても,もうキャンセル待ち6人目ですとかやっぱり言われてしまうので、あのいつもはあの中央区にある病児保育まで行ってるんですね江東区は予約取りにくくてこのため江東区は今年10月に 病児・病後児保育施設を2か所増設する方針を決め新年度予算案におよそ2100万円を計上します。施設を用意しておくということは保護者にとっても安心であろうというふうに思いますのでこのように2つの保育室病児・病後児保育を充実をさせていきたい 開設すす。る場所ははままままだ決まっていいせんんが、2つの施設の施定員はそれぞれぞ4人を見込んでいます江東区の新年度予算案にはこのほか子育て支援策として認可保育園を増設するなどして保育園の定員を1300人増やすことや地域の子育て支援の拠点となる子ども家庭支援センターを新たに2か所整備することが盛り込まれています。